日本放送協会日本放送協会の遠隔この項目では日本放送協会の遠隔について説明する。便宜上 NHK の遠隔を次のように区分した。放送三局時代社団、法人時代特殊法人化後の昭和時代、平成時代のうち20世紀21世紀、あた山当時の東京放送局、現在当地には NHK 放送博物館がある。 1923年、1924年、1925年に。 高交教協会だ。中テレビ申し込み取り次書。1926年。1927年。1928年。1930年。1931年。1933年。1934年。1935年。1936年。1937年。1930年。1939年。1939年。1939年。 九百四十年千九百四十一年千九百四十三年千九百四十五年千九百四十六年千九百四十八年千九百四十六年千九百四十八年千九百五十九年千九百五十一年千九百五十二年千九百五十三年千九百五十四年千九百五十六年千九百五十七年千九百五十八年千九百五十九 1960年,1960年1961年1962年1963年1964年1965年1966年1967年1968年1969年1 9 7 0年19712年19713年19714年,1974年 1975年、1977年、1978年、1979年、1 9 8二年、1984年、1985年、1986年、1987年、1988年、1989年、1989年 1990, 年1990年、1991年、1992年、1993年、 1 9 0 0 994年1九百九995年1九百九996年1九百九997年1九百九998年1九百九999年2000年2 0 0 1年2 0 0 2年2 0 0 3年2 0 0 4年2 0 0 5年2 0 0 6年2 0 0 7年2 0 0 8年2 0 0 9年2 0十1 0年2 0十一1 1年2 0十一1 1年2 0十二1 2年2 0十三1 3年に、 2014年に、2016年に、2017年に、2018年に、2019年に、2020年。江藤厚しい枠連合国占領下には連合国軍、最高司令官総司令部民間情報教育局の統制下に置かれ、ウオーニルトインフォーメーションプログラムと、日本国民を占領政策、社会、政治改革のすべてで、新米的にする、対日心理戦略のもと、 放送を行ったらしい。NHK の設備の一部は接収され、W で始まる米国式コールサインによる占領軍向け英語放送が行われた。この放送は NHK 内部では第3放送と呼ばれた。日本の再独立によって接収は解かれ、第3放送は終了したが、一部地域では周波数は変換されず米軍施設内から直接放送されることとなった。 これが現在の AFN であり、今も東京横田局、三沢局、岩国局、佐世保局及び沖縄局の5局が残っている。一般の日本人が視聴できるラジオ局は基本的に AM ラジオ局に限られ、テレビ放送については特殊方式などを導入することで一般の日本人が視聴できない仕組みに移行させている途上である。なお、 日本放送史上初の風刺コメディ番組、日曜娯楽番も占領下で誕生した番組であった。検閲家でありながら、天皇や政治家、限定的ではあるが、アメリカ絡みの風刺がコント形式で比較的自由になされ、日本のお笑い番組の先駆けともなった。ありがとうございます。